ったであります。いやいや、そこにいるのはもしや丘からの大人殿では。実はミラージュのことにお詳しい大人殿に折り入ってお願いしたいことがあるのであります。大地のハンマーを持ってきてほしいのであります。ぜひともお願いするであります。丘からの大人が本当にいたなんてすっげえな。ってことは予言だとこの後は、ま、そんなことどうでもいいか。それにしてもすっげえな。なんだこれ。あ、うまくつながってるみたいなのです。おい、タマ、ちょっと。え？うつひるに戻ったの？こうやってゲートがつながるのは一箇所じゃないのです。向こうの安定している場所から一度こちらに道を開けば、その場所に行き来は自由なのです。どうやってその道を開くんだ？さっきみたいに決まった場所に近づくだけで開くのですよ。でも使うのに対価や制限みたいのがあるんじゃないの？何もないので気軽に戻ってきて大丈夫なのです。それにこちらの時間と向こうの時間は進み方が全く違うので、向こうで何が起こっていてもこっちでのんびりしてて問題ないのです。おー、すげー便利じゃん。ちょっと便利すぎる気がするけど。自由自在に一度行ったところに行けるなんて、名付けて行ったところに行けと。経験なのです。センスのかけらも感じないのです。マイナス20点。マジって、それもマイナスなの？はい、追加、はい、追加、追加情報ですよ。なんなのですか、セラフィー。ジェムケースはこのゲートがある場所でも使うことができるのです。ああ、ゲートがある場所はセラフィーにとって安全な場所というわけなのですね。え、はいはい、そういうことです。じゃあ洞窟に向かいましょう。修行してる人たちがよく使ってるの。戦闘で毒にかかると体力が徐々に減ってしまう。放っておかないで毒消しなんかで治すといいぜ。ほら、持っていけよ。
第三幕、古き知り合い。ネブラの洞窟はここから北東って言ってたよね。がっつりミラージュを手に入れるとするか。勝手に歩き回って迷子にならないでね。探すの面倒だし。そんなわけない。ならないでね。はい。しっかし空気が綺麗だな。本当だね。やっほー。あっほー。なんで耳元で変なこと言うの。誰に言ってるの。ここは今までよりミラージュが強そうなのです。気をつけるのです。ほう、さすがねぶたの洞窟。ねぶら、その言葉を適当に覚える癖、いい加減やめなさいよね。お、ここにもあるのか。町の中やミラージュが多い場所のスタート地点などに自然にできてるのです。もう一度来るときなどにはとても便利なのです。それに他の町に戻るときとかショートカット代わりにも使えるのですよ。ショートカット？例えばここからコーネリアの町に戻りたいときは、まずこのゲートに入ってナインウッズヒルに戻り、向こうのゲートからコーネリアの町に行く。そうすれば近道だってことでしょ。あ、なるほど。名付けてショートカット近道。オッケよっしゃ、冒険だ冒険。バシッと決めるよ。マジで行くぜ。やったな。勝利だね。
とりあえず行けるところまで行ってみようぜ、姉ちゃん。はいはい、あんまりはしゃがないでね。戦闘開始。さあ、行くぞ。きりなダンジョンだ。ダンジョンってもともとはお城の深いところにある牢とか地下室って意味だったらしいよ。姉ちゃんのうんちく久しぶりに聞いた。だいぶうんざりしてるってことか。そうなのです。姉ちゃんうんざりしてるの隠すときに突然うんちくを言うときが。うんざりの語源ってさ。いやもういいから。やるしかないね。かかってきな。
やったな。実力通り。本気出しちゃおっと。じゃあ始めるぜ。不思議なスイッチなのです。この洞窟でジェム化したミラージュに手伝ってもらうといいのです。みちみちと道ができた。はい、みちみち渡りましょうなのです。二人とも意味不明だから
みちみちみっちり話しましょうか。うわっ、なんか負けた。山も敗北宣言するのです。私もノセノセしてんのな。ランやレンと一緒でノセノセしてる奴らは一人で一人全然強いのです。得意技が変化する場合があるのも同じなの。あ、もちろんなのです。いつもと同じだと思って甘く見てると痛い目を見るので気をつけるのですよ。へいへい、突っ込まれる前に突っ込んどくわ。湧いて出てくる説明って、はい、なのです。エナクロ様のサービスなのです。マジで？俺、名探偵みたいに突然ひらめいてるのかと思ってたよ。残念ながらランにそんな素質はないのです。本当？そうだよね。いや、二人してそんな心の底から残念そうに言わなくても。行くぞ。
と呼ばれるミラージュが張る結界のようなもので、この場所そのものがとても強いミラージュに支配されている証なのです。困ったことに、この中だと戦闘に負けた時に使っている強制機関は効かないのです。機関が効かん、うまいこと言うね、タマは。じゃあこの中に入るときは準備をしっかりした方がいいね。はい、なのです。旅の記録もおすすめなのです。